はようございます。今日は先ほど拝見いたしましたハルトの旅について語りたいと思います。小林正弘監督というのはもともとはフォークシンガーですけれど、第二の人生として脚本家として執筆を始め、20世紀終わり頃に映画監督デビューした人ですけれど、僕が彼の作品を知ったのはやっぱりフィルメックスですね。フィルメックスでバッシングがグランプリ取った時に彼の作品を見て、リアルタイムでうまく時事ネタを持ってくる人だなという感じはしましたけれど、その後何本か見てみたわけですけれど、この監督の作品って非常に地味ですね。多分そんなに制作費使ってないんじゃないかなっていう感じで、確実に単館系の作品です。ただすごくいい映画です。特にこの作品すごくいい映画です。出演者を見ても俳優陣が全て演技派で、やはり映画は本と役者ですよね。もう中台達也をはじめとして柄本明やら田中裕子やら、すんごいいい芝居で見せてくれる役者陣がずらっという感じ で、中身もちょっと緩くない話でありながらジーンとさせるところがあるという、物語はとある老人が孫娘と一緒に自分が世話になれるところを探して親類を渡り歩くという話なんですけれど、おじいちゃん孫娘と二人暮らしなわけですよね。なぜならおじいちゃんは妻に先立たれていて、孫娘の両親は父親が家を出て行って母親が自殺してっていう感じで、で孫娘の稼ぎで食ってるわけですけれど、その孫娘が勤めていた学校が廃校になったと。それで地方なんで仕事がないと、都会に出るしかないだろうということになった時、おじいちゃんがくっついていくのもなんだから、どっか別のところに預けましょうということで、親戚中を渡り歩くロードムービーなんですけれど、その中でその家族の事情が少しずつ明かされていくみたいな作りになっていて、はじめはみんな冷てえなって笑える感じなんですけれど、だんだんにその人の温かみみたいなものがもうちょっと深いところに感じられるようになってきて、中台達也が演じる主人公のおじいちゃんっていうのがまただんだんにその味が出てきて、すごく魅力的な人物だっていうことが分かってくるわけですね。それはすごくこの映画を魅力的にしてるところだなと思いました。それではまたお会いしましょう。